2019年2月 ICC サミット福岡2019が開催された。 ICC パートナーズが主催する ICC サミットは、共に学び共に産業を作るための場。毎回259名以上が登壇し、総勢900名以上の参加者が朝から晩まで真剣に議論し学び合うエクストリームカンファレンスだ。3日間行われるセッションの目玉となるプログラム、スタートアップカタパルト。スタートアップカタパルトは、今後成長が見込まれる注目のスタートアップが、著名な経営者、投資家、プロフェッショナルに向けて行うコンテスト型のプレゼンテーションイベントだ。スタートアップカタパルトでの7分間のプレゼンテーションが、産業の未来を変えると言っても過言ではない。自らの人生、そして組織の運命を背負い集まった14人のプレゼンターたちは、直前までリハーサルを重ねていた。審査員の一人、今野さんはプレゼンターたちにエールを送った。人生を変える可能性すらある、すごくこう大事かつ有意義なイベントだと思っているので、ぜひ日頃の成果を存分に発揮していただければいいかなと思っています。今野さんはスタートアップカタパルトを継続して行う意義を、プレゼンターに寄り添った視点から語った。同じ期とか同じ回で登壇した人って、ある意味仲間だったりするから、ライバルでもあり仲間でもあり、例えば、ね、負けたけど実際は負けないぞとか、あいつが頑張ってるか俺も頑張って頑張ろうみたいな、そういう場を提供するという意味でも、その続けるというか、何回も何回もやっていくっていうのはすごく大事。本番を直前に控え、プレゼンターたちの緊張は高まっていく。強敵ばかりですが優勝します。早くピッチが終わってうまい酒飲みたいです。チームメンバーに感謝を示せるようなプレゼンにしたいと思います。優勝します。狙っちゃいます。頑張ります。頑張ります。サミット参加者が会場に詰めかける。いよいよスタートアップカタパルト開幕の時間が訪れた。はい、ありがとうございます。チャレンジャーに向けて大きな拍手をしたいと思います。頑張っていきましょう。壇上に上がり、会場を盛り上げる多彩なスポンサーたち。彼らもICC サミットのコンセプト、共に学び共に産業を作るに共感した参加者たちである。未来の産業を創造するため、半年に一度スタートアップカタパルトの会場に第一線で活躍する経営者が集結するのだ。一人目のプレゼンターが審査員、参加者が見つめる舞台へと上がる。プレゼンターたちの運命を決める時間がスタートする。人生をかけた7分間のプレゼンテーションが始まります。14名ノンストップでお送りいたします。最初のプレゼンテーターはリクシーの安藤さんです。はい、リクシー結婚式をパーソナライズです。よろしくお願いします。結婚式はあらゆる空間を一瞬で幸せに変えることができる。元ウェディングプランナーが無料で結婚式のプランニングをお二人にやって、その内容にふさわしい会場を我々がマッチングします。ポイントは独自の情報です。通常世の中には出ていない結婚式場の値段や、どんな挙式どんな披露宴ができるかといった情報を我々は吸収します。理由はその吸収をもとにプランニングをするからです。自由だからどんなプランでも用意できる。式場かけるアイテムのアレンジ数ナンバーワン、これがチュールの強みです。我々はサイト上で提案することができ、お客様ごとにカスタマイズも可能です。金額も分かります。そしてお得になる。あービール飲み終わったなと、もう一本ねえかなということで冷蔵庫を開けると、あーないと、こちらのインターネットにつながる IoT 冷蔵庫とセットになって提供される新しいビール体験のサービスです。シフトールの物流倉庫がですね、自動的に皆さんのご自宅のビールがなくなるということを判断して、勝手にご自宅に事前に選んでおいたビールのパッケージが届く、お客様の家に定期的に物を届けて消費していただくという新しい販売チャンネルを創出するためのプラットフォームでございます。通常人がイラストを制作する場合、制作指示書の作成からラフ、線画、納品という工程をたどりますが、結果待ち時間なども含めると1枚のイラストを制作するのに80時間以上の時間を消費します。ではクリエイティブ AI サイちゃんがイラストを生成するとどうなるでしょう。
わずか10秒で組み合わせではないオリジナルのイラストを手に入れることができます。イラストや 3D のアウトソーシング市場は1兆円以上あります。創造的なことをする時間を生み出し、人がクリエイティブになれる世界を作っていきたいと考えています。ソラコムはですね、 IoT 向けの通信プラットフォームを提供している会社でございます。 AWS と一緒にセルラー型のボタンを発売しました。開封してすぐに使えて1年以上電池で動かすことが可能となっております。 LTEM と呼ばれる低消費電力の通信方式を利用しております。会議中にスマートフォンを目の前に出しておいて、ボタンを押して自分の携帯が鳴ってですね、ちょっと失礼という感じで会議を中断するボタンとしてもですね、ご利用いただいたりしております。海外から商品を輸入して販売してみたいと思ったことはございますか？実はコントロールできない要因が国内取引に比べ多数発生し、これが管理を大幅に難しくしているんです。またそれだけではありません。貿易というのはこのように大量の書類と格闘する業務なんです。全ポートを用いれば、まずこのように各プロセスを別々の画面で管理することが可能です。一気通貫で決済までカバーできるようにしていきます。経済から国境という概念をなくし、世界を一つのマーケットにしてまいります。 MA ツール海岸を開発しました。このツールでできることは Web アクセス解析、メールの送受信とシナリオ設定、スコアリング、ランディングページやフォームの作成、さらには MA ツールでは入れ CRM 機能まで搭載。昨年4月にリリースし、10ヶ月で導入企業は100を超えます。足りないのはデジタルと既存業態の穴を埋める翻訳者、ともにこの国のデジタル化を進めましょう。集中治療においても専門医の不足、偏在といった問題があり、集中治療専門医がいる300の病院といない800の病院、2つに分かれます。300に偏っている専門医の時間、知識、力を有効活用して800をサポートする、それが我々の事業、遠隔 ICU です。アメリカでも1人の専門医が30病院の ICU を管理しています。いや、もう20年前から遠隔 ICU が導入されていて、死亡率が 26% 下がったというデータが出ています。一方で日本はまだまだこれからで、データはありません。私たちには救える命があります。テクノロジーで農業の未来を変えるということをやっております。その収穫適かどうかっていうのを我々ですね、カメラとかセンサーを使ってですね、ソフトウェアで収穫適かどうか判断して、収穫適のものだけをこうロボットアームで取るということをやっております。我々どういうことをやっていきたいかというと、野菜をですね、一つのロボットがいろんな種類取れると、講演会とかデモ会というですね、自社開催していろいろ農家さんとアタックしてます。で、例えばですね、こんな硬いとこ行くんです、農家さん相手なのでこういう硬いとこですね、アンケート取ってみるとですね、僕喋ってるだけ ですね、将来ロボットを導入したいって8割ぐらいの人がロボットを導入したいって言うんですね。見込みの売上5500万立つわけです。っていうのをですね、ちゃんとやっていったら、まあ、8000台ぐらいあるとですね、80億くらい出るだろうというふうに思ってます。このスマートロックって持ってる方いらっしゃいますか？スマホで鍵が開けられますとか、あるいはこの鍵が遅れます、こういうような技術なわけですね、確かに、便利なんですけれども、まあ高いで、こちらですね、新型の次世代スマートロックというのを、ちょうど来月から、リリースします。なんと無料で配ってしまう、ビットロックというものを通じてさまざまなサービスがつながっていく世界。ファクターが増えていくとトラッキングをするのは困難になることが分かります。各チームの 1,2 ヶ月先までの打ち手、各チームが抱える課題、称賛すべき成果、こういったものを俯瞰するビューを用意しています。つまりリシリーは必要な時に最新の動向をトラッキングして質の高い振り返りを可能にしています。これによって企業の成長に必要な全体最適な打ち手をスピーディーに生み出せるのです。今日お話ししたいのは、チームが見えるを当たり前に簡単にする WE というプロダクトです。自然言語処理を通じてチャットコミュニケーションを解析して組織の特性を可視化するというものです。丸は部署で、この場合5つがあります。丸のサイズは部署内のコミュニケーションの量、丸とつなぐラインは部署同士の関係性の濃さを表しています。部署とか個人のつながりの量、どう変化したかというのを変化、注目の変化として通知するということになります。この変化をチームのマネージャーだけじゃなくてチーム全員で共有する、まあ、そんなことをお勧めしています。弊社が展開する、日本初の地域密着型お買い物代行サービス TWE をご紹介したいと思います。TWE はこの日本が抱える課題を日本の文化に寄り添って、地域密着型で解決していきます。プロダクトマーケットフィットを進めている第1号での実績になります。1月9日から有料化を開始しましたが、トラフィックは伸び続けています。TWE が岡山代行プラットフォームとなり、日本全国の小売店舗さんでスーパーネットスーパー事業を可能にしていきます。電力検針員さんはスマートメーターで
仕事が減っていきますので、同じ土地で今度は次に来るようになっていただきます。パン 4U は地方のベーカリーのパンを独自の方法で冷凍し、オフィスで200円で販売するサービスです。ハード系のおしゃれなパンからカレーパンなどの惣菜パン、低糖質などの健康パンまで幅広いパンをご用意しています。パンマーケット全体も市場が伸びており、冷凍パンだけで2000億円、私たちは地域のパン屋さんと一緒に多品種を求める消費者にパンをお届けします。親しみのあるベーカリーが地元からなくなっていくのは寂しくないですか？ネイルで女性がもっと活躍できる世界を作る、ユアネイルというサービスをしているんですが、アプリだけでサクサクオリジナルのデザインが作れて、それをオンデマンドで樹脂のフィルムにプリントし、貼るだけで簡単にネイルができるサービスです。企業では女性が十分活躍できていないなという課題を感じていました。女性活躍のキーワードが2つあります。それは1つは感性、そして2つ目が時短です。既存のネイルサロンの数十分の1の時間でネイルをすることができます。若宮さん、素晴らしいプレゼンテーション、本当にありがとうございました。すべてのプレゼンテーションが終了。早速 ICC スタッフが審査票を集計する。集計の間、審査員からプレゼンターたちに向け称賛の言葉が送られる。その日本とか世界、あるいは業界の抱える課題に対して真正面からテクノロジーを使ってこう向き合うみたいな、まあ、そういう考え方を持ってらっしゃる方がたくさんいて、すごくインスピレーショナルでした。ありがとうございます。審査発表を控え、安堵と期待入り混じるプレゼンターたち。果たして優勝は誰の手に。プレゼンターたちが再び壇上に集まった。審査結果が5位から順番に発表されていく。5位はマーケティングロボティクスの田中さんです。どうもおめでとうございます。なんか本人はなんかすごい残念そうな顔してますけど、おめでとうございます。また、はい、そしてもう一社5位を発表いたします。ラボラティックの三浦さんです。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。続いて4位の発表です。4位はダブルフロンティアの八木橋さんです。おめでとうございます。 おめでとうございます。続いて3位の発表です。3位はラディウス5の漆原さんです。おめでとうございます。続いて2位の発表です。2位は TICU の中西さんです。おめでとうございます。ICC サミット福岡2019スタートアップカタパルト、優勝者は果たして。栄えある1位は稲穂の菱木さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。いやもう嬉しいです。ほっとしました、ね、うちのチームの仲間がですね、ここに向けてすごい準備してくれたし、僕もこういう資料作りたいっていうわがまま言いまくってですね、それが結果につながって本当に良かったです。安心してます。僕らのこのロボットとかって、まあ、より早くサービスインした方がいいなと思ってるので、そういった意味でよりまあ僕らのサービス自体が加速してですね、プロダクトの開発も含めてどん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 前に進めるようにですね、より進んでいきたいなと思っております。審査員を務める松本さんは優勝者のサービスについて語った。稲穂さんのあの話を聞いたときに、説明会回って実際アスパラ植えてそこで撮って、お客さんの声リアリティがすごく伝わってきて、あ、ここまで解像度高く事業を取り組んでて泥臭くできるんだったらこれはうまくいくだろうなということを感じて、他の審査員の方にも伝わったんじゃないかなと思いますね。今回のスタートアップカタパルトにはどんな傾向や特徴があったのだろうか。社会実装をしていこうっていうその具体の戦略を持っているスタートアップ多いなっていうところがすごく印象的で、今回非常に刺激になりましたし、全体としてこのリアルを変えていくスタートアップの可能性の高さ感じました。その晩に行われたプレミアムパーティー、 ICC サミットの登壇者たちによるネットワーキングで熱気あふれる会場、ひときわ盛り上がりを見せる一角に優勝した菱木さんの姿があった。お声掛けいただいたりとかですね、いろんなアドバイスをこの場にいるからこそですね、聞けるような話たくさんあってですね、非常に恵まれてるなというふうに思いますので。プレゼンテーションを終えた直後から
菱木さんのもとにはすでに様々な反響が舞い込んでいるそうだ。まあ、とある投資家さんとかですね、多分オンラインライブで見てて、ちょっと会いたいとか言ってご連絡いただいたりとかですね、ホテルの会場でですね、実際に投資家さんとミーティングさせてもらったりっていう形で、本当にそういった我々今ちょうど資金調達やってるところなので、非常にそういったありがたい話がですね舞い込んでいて、本当に嬉しいなというふうに思っております。菱木さんにとってスタートアップカタパルトに登壇したこの日はどんな一日だったのだろうか。これからですね、いい人生を迎えられるきっかけになった大事な一日かなというふうに思います。今後の成長が期待されるスタートアップと第一線で活躍するトップリーダーとのコークリエーションの場、スタートアップカタパルト。スタートアップにとって人生が変わる瞬間がここ ICC サミットにはあるのだ。